我が輩についてくるんだ。人間は目に頼りすぎだにゃ。楽園に来たばかりの頃、君が口にした願いを覚えてる。それにゃ、その願いを高く掲げれば、黙示録は君の。にゃっ、にゃっ。にゃん、ここのはずにゃんだけど。とにかく今一番叶えたいことをか。愚者は混沌の海を渡り、黙示録でタロットを集める。そして黙示録はそれに願いを叶える力を与える。黙示録にはそのように記されてる。の旅は始まったとはいえ、タロットはまだまだ混沌の海に散らばっているにゃ。我が輩が守ってきた世界も君に託すにゃ。あの世界に戻って君の願いを叶えるために、運命の輪の力を。我が輩はただの留守番にゃ。あっちに行った後のことは君の仕事。文句でもあるのかにゃ。我が輩の居場所はこの楽園にゃ。もう一回言ってみるにゃ。
なりの人数が集まってる。なんだかよりによって庇護の日と重なるなんて。雲行きが怪しくなってきた。姉さん、あれ見て。私たちが探している人で。あ、そいつだ。ここに入ったね。二人は見張ってな。私は依頼人を助けに行く。あら、この扉腐ってんじゃない？くそ、遅っ。何をしている？あんたたち。ぼーっとしてんじゃないよ。かかってきな。ジョロイネ。ぼーっとしてんじゃないよ。うっせろ。まあまあかな。あんたの犠牲は無駄にしないよ。安らかに。さっきは助かったよ。私はラビアだ。あんたは？どっかで聞いた名前。どうしてこんなところに？王国軍が小石爆弾です。小石爆弾？やっぱり裏でいい。俺らには関係ない。あれ、この人。ああ、初対面だ。この子らは私の子分。ここもじきに火の手が上がる。どうした？おい、何をぼーっと。なんでだよ。聞きな、足音だ。よし、通り過ぎた。でも、もし今鉢合わせちゃいますね。かもな。落ち着くまで。ああ、それがいい。わかる、マイさん。しっかり扉を見。
どうなってんだよ。そこら中でまるで戦場だ。良き意志が平和をもたらすってイナンナ王女がおっしゃっ。もっと早く。もう逃げられねえぞ。どうせ一人きりなら俺らと来いよ。一緒に楽しもう。ろくでなしども。おい、マイザ。あなたたち、やめなさい。次は私の番。それ。私やりました。えい。ぼーっとしてんじゃないよ。ちょろいね。次のターゲットはドイツだ。まだやれます。まだやれます。ぼーっとしてんじゃないよ。了解。やつらを射抜け。近づくな。ぼーっとしてんじゃないよ。はっ。あんたの狙い通りだ。くそ。そこだ。怪我はありませんか？あ、待って。たく失礼だな。助けてやったのに。感謝されたくて助けたんじゃないもん。
その辺にしときな。難民の列に紛れ込んだみたいだけど。どう思う？うん、よっしゃ。なんか気な臭いね。かもね。気ぬ。いえ、どうにか次の目的地にたどり着くには最低でも3日分の物資がいるんです。この俺と交渉したいとは、命があるだけありがてえってもんだろうが。そうだぜ、分かったらとっとと物資をよこせ。少しでも隠してや。みんなが見ている目の前で強盗を働く気ですか？それがどうした？こいつでドタマかち割られてんのか？あら、お隣さん家の末っ子じゃない？うちの店にも来たことがあったと思うけど。何を手任せ言って。このウェーブランはあなたが生まれ、でもあなたは今これまで世話を焼いてくれた情けないとは思わないの？うるせえ。今の俺にはな、今俺がやってるのは全部って同じ志。弱い者に刃物を向けて威張るだけ。そんなちっぽけで日和見な連中が集まって生きがってるだけ。このガキ、獲物の分際でこの俺もう構わん。なに私たちは。おっと、あの嬢ちゃん。けんくそめ、やりやがったな。みんな武器を取って、自分の身は自分で守るの。じゃ、ちょいと手伝おうか。ほら、嬢ちゃん、ぼさっとし、守りたいもの、どっさりあるんだろ。皆さん、今です。力を。あんたたち、腕の見せ。了解。次は私の番。そうね。私やりました。ぼーっとしてんじゃないよ。了解。次のターゲットはドイツだ。そこだ。
任せて。ぼーっとしてんじゃないよ。かかってきな。うせろ。まだやれます。次のターゲットはドイツだ。了解。ぼーっとしてんじゃないよ。了解。えい。まだやれます。次のターゲットはドイツだ。まだやれます。ありがとうございます。いいんですよ。困ってる人がいたら。へっ、あんな奴らじゃ肩慣らしにもならない。ジョーちゃんはこいつらのリーダーかい？いいえ、私も皆さんと同じで、ただ必死に逃げて。町を脱出した後はバラバラになると思います。私のような身寄りのないものが大半ですし。だったら私らと一緒に来い。お誘いありがとうございます。でもみんなとの約束がありますので。そうか。ひとまず大通りに沿って、でも後のことはクロスロードについてから考えようかなって。難民にとっては簡単な道のりじゃないだろうね。ええ、それでも自分の足で歩いていくしか。いつも誰かが助けてくれるとは限らないから、みんなで力を合わせ武器を手に取れば、少なくともただ死を待つだ。確かにね。東の方角へ進むとしたら私らの町を通るかもしれない。すっごく素敵な町だから。そん時は弓の指南でもしてやるよ。わかりました。あなたにもさっきの戦い、きっと多くの死傷者が出たと思います。違いない。大したやつだよ。さあ、そろそろ町の中は危険です。無事をお祈りします。ああ、あんたらも気をつけ。
よくできた嬢ちゃんだ。で、あんたはどうする？何か思い出？それじゃ、私らと一緒に来なよ。一人で。そうそう、一緒に行きましょう。あんた、俺たちに出会えてラッキーだぜ。